はい、まあ、特にね、なんてことないんですけど、ここにね未完成の橋があるじゃないですか。でも横にはこのパイプがずっとつながってるじゃないですか。ここのパイプの上を通って向こう側まで行けるのかどうかっていうのをちょっと気になったので、はい、試してみようかなと思います。はい、まあ、ただの好奇心なんで、まあ、とりあえずちょっとドンをこのパイプの上に乗せたので、はい、行ってみますけど、ちょっと傾いて、あすいません、もう一回やります。はい、仕切り直しですね。もう一回乗せました。ちょっと最初はシビアですね。ローギアにしときましょうか。一応 AWD も外しとこうか。いる一回傾いたら終わりなんだよな。ちょっと待って、おっとっとっと、うん、いいぞいいぞ、そのウインチがいいぞ。よし、ちょっとゆっくり進んでいきます。あ、今度引っかかったな。AWD を使ってみよう。進める？お、いけるんじゃない？ドライバー視点はこんな感じです。ハンドル切らなければまっすぐ進んでいくよね。こんな感じでいきますか。今んとこ大丈夫。この鉄橋の部分があるうちは右に寄りかかりながら行けると思うんですけど、この調子だとね。もしくはパイプの判定がどこまで続いてるか。いける。ちょっとゆっくり行かないと落ちちゃいそうだね。危ない？大丈夫。うん。お、まあ、まずその切れるとこまで行ってみますか。これはどうでしょう。渡り切れたら、まあそれはそれでいいですよね。向こうに多いな。なんか島があるんだ、あんなとこ。まあ今はこっちに集中しましょう。こっからどうかな。右に落ちそう。ちょっとだけ左に。パイプの上を走れるかどうかだ。いける。大丈夫。ああ、ハンドル切るとちょっとくねってなっちゃうね。いけるかな。ちょっとゆっくり行きますよ。あのダムの時はね、透明な床があったりしましたけど。さあ、いけるか。こっから、こっからが本番。怖いな。お、いけるぞ。ちょっとずつ。お、お、船渡りやな、ほんま。いけてる、いけてる、いけてる。いけてるね。ちょっとシビアですけど。あんまり一気にはいけないな。ゆっくり。お、ちょっとずれた。ちょっとだけ右にずれてる。ハンドル切るとちょい怖っ。向こうまで行きたいな。向こうまでね。向こうの岸のそのなんていうのかな、土の上に落ちる分にはね、成功とみなしていいんじゃないでしょうか。はい、どうでしょう。あ、カメラがこれ以上下がらないから、ここは当たり判定あるね、橋の、こっちから移しましょうか。はい、ドライバーはどんな気分なんだろう。まあ、スタントマンですよね。よし、ちょっと行くか。まあ、判定はずっと続いてるね、この上でもね。うん、まあ、パイプの上はと走れると頑張ったら、あるいはここ今橋未完成ですけど、次の判定があるのかもしれないね。ちょっと確認できないね、まだそこ。わかんない。右に落ちたら、あれですけど。まあ、左には確実に落ちるとは思いますけどね。
いけるんちゃう結構。ちょっと思い切って進んでみようか。で、マットタイヤにしたのがちょっと間違いだったかもしれないね。なんかほらタイヤがちょっと挟まってるような感じがあるでしょ。前輪がね、なんかに引っかかりながら回ってる感じあるから、ちょっと安定があるのかもしれない。よし、とりあえずここのまで行けたので、デフロック使ってみようか。の方がすんなり進む。お、行きます行きます。うん、お、いいじゃないですか。これ最悪トレーラー引っ張らせれば荷物運べるんじゃない。うん、この部分だけ足未完成でも。よし、でこれで右に着地できればな。最後ちょっとかっこよく決めてほしかったな。まあでもいけるっていうことですね。はい、はい、まあ、ちょっとおまけなんですけど、この橋の当たり判定がねどうなってんのかっていうのをちょっと、もうどうせなら見ときましょうか。なんかちょっと当たるんですよね。これ以上いけないんだ。上の方まで行ったら乗せられる？この上に。はい。もうちょっと前まで来ますね。これで、ここでもう止まっちゃうんですよね。けどクレーンだと、もうちょっと前まで行けてるので、上に乗せられるんじゃないかなと。視界。カメラがおかしい。ちょっと、お、判定は、お、どうやらあるっぽいぞ。ちょっと押さえときますよ、軽く。切り離す。OK。で、ドンに乗り換えてみます。お、いける。なんか久しぶり見たなこの光景。よし、これでまっすぐ行けんのかな。なんか傾いてない？あ、なんかすごい不安定。え、なんで傾くの？まっすぐじゃないの？平らじゃないのこの上って。うわ、傾く。ええこれクレーンが外れたら倒れるよね。どうなってんだろうね。まあ、いっか。この、真ん中に落ちる分にはいっか。どういう判定になってるかちょっとチェックしてみますよ。あ、滑ってる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 。斜面なんだ。ね、斜めになってたね、多分。滑り落ちたもんな。そういうことか。まあまあ、わかりましたね。はい、まあ、特にはね、攻略には関係のない検証だったんですけど、はい、まあ、たまにはね、こういうのもいいんじゃないでしょうか。まあ、気になる人がいたらね、より詳しく検証とか、はい、やってみてください。はい、ではね、今日のところはこれで終わりにしておきます。また次回ね、続きやっていきますので、はい、よかったらまた見に来てください。では今日はこれで終わりにしておきます。お疲れ様でした。